はい、どうもこんにちは。また視聴者の方からね、 LINE がいただいてね、モネちゃんのね出演情報みたいなのをしてたんですけど、今日がねセカクラなんですよね。今日セカクラにのスペシャルにモネちゃん出るんですかね、うん、今日は出演なんですか。違うね、9月25日はまるっとサタデー TBS 朝5時半本の宣伝で出る。朝5時半は僕無理だな。歌コンと NHK ですか。これは19時57分か25日ですか。これは井上さんとディズニーの歌を歌で、26日は早歌スペシャル。これ僕そう見れなかったです。 NHK の早歌スペシャルって朝早くやってたやつですか。朝の5時とかからやってたやつ、それが午後0時からやる、だから12時からやる。これ見やすいってことですね。これは日曜日ですね。そうかそうか、25日はそっか、いろいろな関係ってことは発売日だからってことですね。そういうことですね。なるほど。まあそういうことでちょっとそれもチェックしつつ、昨日はね家事ヤロウのスペシャルにね出て、業務スーパーのね話ですよね。森ちゃんはね、僕は業務スーパー大好きなんで、あの業務スーパーの売れ筋ベスト10みたいなのやった時に半分ぐらいは僕はチェックして、もちろん家にもう買ってあるものもあるんですが、半分ぐらいは僕はね気になってたやつですよ。ちょっと欲しいなと思ってたやつです。特にあのモネちゃんが2発目でやったやつね、2発目でやった瓶詰めのやつあるじゃないですか、生姜のやつね、なんかジャンバルジャンのね、ジャンバルジャンみたいな名前のやつですよ。あの井上さんがねもう思いっきりね、あの全力でジャンバルジャンの役をやってくれて、あのチャーハン作ってくれた、あれは僕前から気になってて、欲しいな、どうしようかな、買おうかな、何に使おうかなと思ったの一つ。あともう一つ気になってたの、あの中に出てるのは前田敦子さんが紹介したね、あのしびれる系のやつですよ、辛いやつ。あれもね、あれも2つこう置いてあるんですよ。あれも前から気になってて、買おうかな、買うまいかなっていうところで、僕その業務スーパーはね結構買っちゃうんで、いっぱいあるんですよ、使ってないのまだ。だからね、まだね、あれはね、まだあそこはトライしてないんですが、参考になりました、家事ヤロウ、昨日は。モネちゃんが一つ目にやった、なんとかこう、ネギのこう、薄焼きのやつ。あれ美味しそうじゃないですか、こう。アレンジレシピでね、タコスみたいにして食べてたやつね。あれはね、美味しそうですよ。目玉焼きにチーズ乗っけんのがね、やばすぎるほど美味しそうでした。もうキリにはいろいろなってるんですよね。上白石萌音が家事ヤロウで可愛らしいエプロン姿とこだわりの得意料理、特製マヨ豚キムチをね披露したってね。そうなんです。萌音ちゃんのね得意技っていうのが出たんですよ。必ずね家の中にねキムチはあるって言ってました。しかもご飯が進むくんっていうねキムチがあるのがいいですね。モネちゃんっぽいなと思います。僕はね、ご飯が進む缶キムチはね、過去にね、1回ぐらい買ったことあるんですが、あれキムチの中でも相当食べやすいキムチじゃないですか。日本人っぽく作ってある。本場っぽくはないやつだから、ご飯が進む缶よりは、もう少し韓国で作ったようなやつを僕は買うんですよね。だからあんまりご飯を進む缶は、買わない。まあ、でもね、食べたこと。あれ食べやすいんですよ。とにかく食べやすいキムチなんですよね。で、それをね、モネちゃんがね、レシピしたのは、マヨネーズをね、油の代わりに敷いてね、豚キムチを作ったって。まあ、だから僕いじゃなくても、あそこを見て思ったのはね、キムチがいつも入ってる。そして豚キムチ。って言ったらもうみんながみんな、たけるくん思い出してるんじゃないですか？たけるくんが大好きなね、メニューですからね、豚キムチはね。あれはもうみんなさ、たけるくんのことを思い出したんじゃないのかなっていうところと、あとはこの注目のポイントのマヨネーズも僕はピュアセレクトを思い出したんで、あ、完全たけるくんじゃんっていうね、思いの中見てたので、ほとんどの人が佐藤たけるくんのことを想像したんじゃないでしょうかっていうところと、あとね、こうキャベツを千切りにしてエプロンしてちょっと待っててみたいな感じをやってたりとかするところも奥さんみたいな感じに見えましたけどね。うん、可愛らしかったですよ。何
中丸井上が実際に試食してみると一口目からですさ。そうね、中丸くんはね、もうお世辞抜きで今までで食べた豚キムチの中で一番うまいって言ってましたよね。そしてね、公開レシピみたいにしてましたよね。これ多分これみんな真似するんじゃないですか。簡単ですもんね。マヨネーズとね、豚肉とね、あれ確か豚バラ使ってましたよね。それにね、キムチを混ぜて炒めるだけなので、これは本当に簡単ですよ。再現するファンは家にある食材で簡単に作れる。キムチ苦手のマヨネーズでマイルドになって美味しい。あと番組内では上白石が貴重なエプロン姿を披露して可愛すぎる。エプロン姿に癒された。モネちゃんの手料理だってだけで100倍美味しそうとの声が殺到。多くの視聴者の心とお腹を満たした。ただなんかね、僕はね、いろいろ発見があったのが、井上芳雄さんね、知念里奈さんの旦那さんだったんですね。いやなんかそこで僕は結びついた感じ。知念里奈さんがミュージカルにこう移行してミュージカルの人と結婚したっていうのは知ってたんですよ。それが誰なのかっていうのは全然僕は多分当時は聞いたんですけど、井上さんのことを知らなかったんで、へーって感じだったと思うんですね。あ、そうなんだっていうところですかね。へーって思いました。あとモネちゃんなんかね、可愛くなってませんか最近。可愛さプラスなんか色っぽさが僕は出てきた感じがするのは僕だけでしょうかね。ここは最近なんか妙になんか大人っぽい色気が、僕は女っぽくなったなっていう感じがねあるんですね。前は本当に可愛いっていう感じですよね。可愛らしい女の子っていうね、いいお嬢さん、可愛らしいお嬢さんっていう感じのイメージだったのが、僕はなんかここ最近のモネちゃんはね、変に色気を感じるんですよね。なんすかね、昨日の料理をしてる姿とかもそうだし、あの対応なんかもなんかね、あとね、髪型なんですかね、なんか妙に大人っぽいんだよ、色っぽいんです。恋してるんですかねお姉ちゃんは。もしやそんなことはないのかな。ただね、浜辺美奈君ちゃんが変なスクープされたんで、あ、モネちゃんはね変なことをされなきゃいいなーなんていうふうに願ってますけど、まあ、モネちゃんが YouTuber と付き合うなんてことはないんでしょうけどね。まあそんな感じで、僕は昨日案外家事野郎でね、モネちゃんが2回に分けてモネちゃんチームが出てきたのは良かったです。1回で終わんのかなーなんて思ってたんですけど、ベスト10のねネタの中でこうばらけてやったので良かったですよ。面白かったです。まあそんな感じです。ではでは。